皆さんこんにちは、クラスの陽蔵です。今日は特別企画ということで、小川コーヒーの吉川さんに来ていただいています。で、小川コーヒーの今後発売するエアロプレスの新商品ですねを一つ紹介させていただいて、それでその中の一つフローコントロールっていう新しい商品があるんですけれども、それがこの僕たちも販売していて、お店でも使わせてもらっているペロのプリズモとものすごく似ている商品ではあるので、それも比較、ちょっと対決っていうのもしていきたいというふうに思っています。で、この動画自体はもう前編後編に分かれていて、後編は小川コーヒーさんのチャンネルの中で、よりそのエアロプレス、まあいろいろ検証比較していきます。ぜひぜひこの動画、僕たちのチャンネル、小川コーヒーさんのチャンネル、2つもちろんあるんですけれども、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そしてですね、イベントの開催もこのクラス恵比寿川で、予定をしていて、まあ、10月28日からこのフローコントロール、今回発売予定のフローコントロールを実際恵比寿川で、抽出しながら、小川コーヒーさんの生豆であるそのブラジルのコーヒーも、実際提供していくので、本当にめちゃめちゃ盛りだくさんな動画、はい、前編後編、そしてイベント企画もあるので、ぜひ最後まで、ご覧になってください。今日は本当小川コーヒーさん、吉川さん来ていただいて、はい、もう同じ京都でこんなコラボ企画できて、僕としてはめちゃくちゃ嬉しいんですけど、いやいやいや本当にありがとうございます。こちらこそ、来ていただいて、いや、ありがとうございます、うんうん、念願叶った感じです。私はこちらの方こそです。で、まあ、このチャンネルをご覧になっている皆さんであれば、うん、まあ、小川コーヒーさんのことを知っている人、まあ、ほとんどかなっていうふうに思うんですけれども、うん、まあ、念のため、はい、もしそのごくわずか知らない人がいるかもしれないので、うん、はい、小川コーヒーさんの紹介をちょっとしていただいてもよろしいですか。はい、もちろんです。クラスさんと同じ京都に本社を構えておりまして、業務店様からあと直営店など、うん、あとまあ US の方にも、うん、アメリカの方にも、ね、はい、直営店を構えておりまして、はい、コーヒー豆を販売させていただいております。あとこのエアロプレスですね、はい、今日ご紹介いただくエアロプレスを、2011年、うん、からオリジナルを販売させていただいておりまして、うん、2020年にはエアロプレス号、こんなちっちゃい、うんうん、これです、はい、エアロプレス号もクラスでも、はい、販売させていただいてます。うん、めちゃめちゃ人気の商品です。こちらも販売を、はい、いたしました、うん、そしてご紹介いただいたように、うん、今後新しい商品が続々と販売を予定しておりますので、うん、その中のいくつかをご紹介できればと思いまして、今回、はい、コラボお願いします。本当にエアロプレスさんめちゃめちゃ攻めてますね。攻めてます、すごいです。なんか、はい、やっぱりマイエアロプレスといえば、うん、まあ、一商品、うん、でそれでやっぱりなんかそれはそれで僕はめちゃくちゃリスペクトしてて、普通だったらまあ商品展開していきたいと思うじゃないですか、はい、あれだけの人気の商品の中で、うん、ただもう固くなに一つの商品だけでもう突き抜けるっていうのが素晴らしいなと思ってたんですけれども、はい、うん、今日ちょっとご紹介したいのが、はい、こちらのエアロプレスクリア、うん、もう見て通りのクリアです、ねね、クリアですよね。だから元々のやつがここにあるんですけども、はい、今僕たちも店舗で今使わさせてもらってるのがこちらのエアロプレス、うん、オリジナルになるんですね、はい、正式名称がオリジナルです、はい、のクリア、ね、色合いももちろん違いますし、うん、材質も違うってところですよね、はい、そうです、うん、ガラスのような見た目でもうすごく向こうまで見える、あと抽出中のコーヒーがよく見えるので、うんうん、すごく抽出にこだわりの持っておられる方とかは今が抽出終わりかなとか、うんうん、ケースの状況を確認できるっていう点ではプロユース、ね、プロの方もすごく満足度の高い商品かなと思います。いいですよね、はい、今日ご紹介していただく、はい、比較をしようかって言っていた、そうですよね、このフローコントロールです、はい、うんうんうん、これ実はもうすでに商品としては、うん、他社のメーカーさんで販売をされている、うんうん、まあ、このプリズモそうですよね、うん、があって、いよいよオリジナルの、はい、フローコントロールが出ました。大きな特徴としてはエアロプレス使われていた方は感じている方が多かったと思うんですけど、お湯を差したら、はい、抽出が始まっちゃう、どうしてもそうですよね、ドリップが始まっちゃうっていう部分をちょっとこう改善できる、うんうんうん、まあ、ストップして自然落下をなくして、うん、抽出のこの浸出の状態をコントロールできるっていうのが大きな、うんうん、そうですよね。でもちろんエアロプレス普段からよく使われている方だったら、うん、そのインバーテッド、うん、メソッドっていう、うん、まあ、それをストップさせるやり方も、あります、うん、まあ、裏技じゃないですけど、あります、ね、まあ、裏技っていうほどでもないですけど、もう結構広く使われているので、はい、インバ
ートってひっくり返すときに条件変わるじゃないですか。そうですね、うん、であれって毎回再現性高くできるかっていうと 100% は無理です、はいはい、難しいですよね。そこが課題だったのが、うん、このフローコントロールで解消できた、うん、はい、はい、これであれば、まあ、普通の通常の差し込み方で、うん、止めることができるっていうのが大きな特徴ってところですよね。後から比較していただきます。お願いします。あとオリジナルのステンレスフィルターです、うんうん、これもすでに他社製品から発売をされていたと思うんですが、うんうん、満を持していよいよ、そうですよね、はい、オリジナルのステンレスフィルターが出ました、発売されます。まあ、ペーパーとの違いとしては、コーヒーオイルを適度に、はい、透過してくれるので、まあ、ペーパーとは違ったクリ、質感ですね、うん、質感を楽しむことができるっていうのが大きな点ですね、はい、エアロプレスファンの方であれば、うん、やっぱりまあ純正の、ね、うん、商品で全部揃えたいという方もいらっしゃると思いますし、うんうん、でまあ、もちろんそのそれぞれ、うん、他のこのプリズモ以外にも他社さんで、はい、メタルフィルター発売されてるところあると思うんですけど、うん、まあ、それぞれ特徴が違うというところで、はい、まあ、ぜひなんか一番自分好みのなんかメタルフィルター、うん、皆さんも探していただきたいなというふうに思いますよね、はい、うん、はい、これはちょっと後半、うん、後半で、はい、あ、後半 の、 その小川コーヒーさん の、はい、チャンネルの動画でもで、うん、ちょっと比較をしていきたいなと思います。ぜひぜひ、はい、そしてもう一つあるんですが、ね、この何、はい、だっけこれ、まあ、カラフェ、カラフェ、カラフェですよね。カラフェ、うん、これも専用のカラフェがなかなか特徴的です。なんかエアロプレスっぽい、ね、形なんで、なんかエアロプレス以外でこれ発売してたら、うん、なんでこの形なのってなるんですけど、うん、エアロプレスやからこそできる形ですよね。なんとなくこの何角形ですか、はい、六角形に合わせた感じですね、はいはいはい、そうですね、まあ、エアロプレスの、まあ、大会とか、うん、もちろんあるじゃないですか、はい、なんかこのセットでなんか出場する人もなんかどんどんなんか出ていくような気もしますよね。はい、うん、いいですね。なんか本当にもういろいろな商品、目白押しです、ね、すごい楽しみなんですけれども、うん、まあ、早速じゃあ今クラスで入れているレシピっていうのはエスプレッソ風なその濃縮されたコーヒーっていうのを入れて、まあ、エスプレッソっていう形でも飲めますし、まあ、エアロプレスラテっていう形で提供させていただいていて、まあ、すごく人気のドリンクなんですけれども、純正のフローコントロールとこのプリズモ、まあ、それを実際、同じ条件で、で、今回イベントでも使用させていただく豆、これは小川コーヒーさんの、生豆ということで、そうです、ブラジルのコーヒーで、うん、サントアリオッスル農園という農園のコーヒーです、はい、品種はスターマヤ、うんうんうん、はい、スターマヤをお持ちしました。素晴らしいですね、はい、めちゃめちゃ楽しみですね。ちょっと期待度が高いです、はい、なので本当にサンプル焙煎して、サンプルロースターで焙煎したので、うん、もう量がこれしかないんで僕もまだ飲んでませんなので本当にのぶつけ本番でちょっと実際抽出してちょっと比較して、うん、一緒に飲んでいきたいというふうに思います。早速ですけれども検証していきたいと思います。で、検証の方法としては、まあ、本当に、まあ、普段僕たちがねクラスで使っているレシピ器具なので、エアロプレスの今回レギュラーの方を使います。で、プリズモですね、うん、対してエアロプレスクリアの方とフローコントロールと、メタルフィルター、これが別売りなんですけれども、これをセットとして抽出をしていきます、はい、なのでフローコントロールの一つのもう一つの特徴としてはね、こういった形でメタルフィルターでもできますし、ペーパーフィルターでもできるっていうのが、まあ、一つの大きな特徴、はい、ですよね。でプリズモの場合は、まあ、メタルフィルターがもうすでに入っている状態なので、これ取れるんですけれども、うん、パッキンがないのでペーパーフィルターでやってみたら結構あふれかえっちゃうんですよね。わかります。対してこっちの方は、まあ、しっかりとパッキンがついてるから、うん、まあ、ペーパーフィルターだけでも抽出が可能っていう、はい、そこは大きな特徴の違いかなっていうところですね。実際抽出する前に僕自身、うん、実際見てて思ったのは、はい、メッシュの大きさはちょっと違いますよねエアロプレスさんの方が、まあ、ちょっと大きい、うん、ので、まあ、そこは少し、まあ、変化はあるのかなっていう仮説、はい、うん、でかつちょっと思ったのはこのエアロプレスのロゴ、うん、これなんかすごい不思議なところにあるなっていうのは思って、なぜそこ、ここをメッシュとなんか喧嘩せえへんのかなっていうのはちょっとなんか思いましたとパッキンの構造というか形状自体はあんまりなんか変わり、うん、そんな変わらないなと思って、そうですよね、そうですよね、私見てたんですよね、うん、だからおっしゃるように、はい、このフィルターの違いがいかほどかっていう、ですよね、ですよね、それは本当楽しみですよね、楽しみです、うん、まあ、今回初めて使うのでちょっと決めがどうかなんですけども、普段バリア BS3 で
0点から合わせて5でシングルはやってるので、ちょっと5に合わせて引いていきます。通常の本当にエスプレッソよりはちょっと粗いんですけれどもエスプレッソよりの、細かさです。で 20g ですね。でコーヒーを引いていきます。よいしょ。まあ本当にこれを始めた理由としては、まあご自宅でも、まあ、エスプレッソよりの抽出をより多くの方に味わってもらいたいなっていうところで、なかなかエスプレッソの機械となると、まあ価格帯もそうなんですけど、価格帯だけじゃなくてメンテ、なんか1日1杯だけとかだったら結構エスプレッソマシーンめんどくさいじゃないですか。めんどくさいですね、はい、立ち上がりにも時間がかかるし。そうなんですよね。まあエアロプレスラテって書いてるんですけれども、まあどうしてもまあその意味がどういうことなのかって分からずに、まあラテ、普通のラテとして頼んでいただく方も結構多いんですけれども、エスプレッソマシンで抽出したようなラテとして皆さんなんか飲んでいただいてる印象なので、いや実は手でやってるんですよっていう、エアロプレスでやってて、まあ家でも全然このエアロプレスさえ買ってもらえたら、まあ家でも飲めますよっていうところが、なぜこの店であえてやってるかっていう大きな意義ですね。実際、フリーズも、はい、セットさせていただいて、でこっちもそうですね。でここでもう早速いいなと思ったところは、うん、やっぱこっちの方がちょっとセットしやすいです。あ、うん、引っかかりですか。そうなんですよ、うん、プリズモの方はやっぱりなんかこれがその純正じゃないところからなのか、あでももしかしたらこのここにやっぱパッキンがあるから知らないですけど、ちょっと引っかかりが悪くて、僕たちもそのお店でやるときに抽出するときちょっとここはちゃんとカチッとなってるかどうかっていうのを、うん、きっちり確認しようねっていうふうに言ってるんですけれども、まあそうですよね、やっぱりパッキンがないからなのかな、だからすごいフィット感はむちゃくちゃあるなっていうふうには感じましたね。プレスした瞬間カポって落ちたらもう3時ですから、ね、あそうなんですよねそれだけは避けたい。でこれを 20g 入れていきます。であと1点、通常僕たちこれ使ってます、はい、ファネル使ってます、うん、レギュラーの方はファネルがついてくるついてます。クリアは残念ながらついてこないっていうところが、はい、まあ一つの違いかなっていうところですねで僕たちもやっぱりお店で提供する中でたまにもラテ、うん、いきなり10杯とかもちろん出る時はあるじゃないですか、まあ、通常のお店だったらまあ本当にエスプレッソマシンでさばけばいいわけですけど、うんうん、これなかなか結構やばいんでこれ10杯はそう、まあ、オペレーション、本当にミスなくやりたいなってところで、はい、これめちゃめちゃ大切になってきますなんでこれがないと結構これだったらさーっとできるので、ね、一つの違いかなとも思いますし、結構エアロプレス好きな方、うん、これに多分慣れ親しんでる方もいらっしゃると思うので、はい、まあ、そこは一つレギュラーの方とクリアの方との違いですね。じゃあ 20g 両方入れました。で、レシピと通常のレシピとしてはお湯 60g 投下します、うん、で30秒パドルで攪拌します、うん、で1分半待ちます、はい、1分半で、プレスをしていってプシューってなったら止める、うん、止める。で大体30、まあ本当にちょっとマニュアルブルーな手でやるので、はい、若干の誤差はあるんですけど、まあ、30g ぐらいアウトできるっていうようなレシピになってます。お湯の温度はどれぐらいですか。お湯は、92度で今やってます。はい、やっぱりよく見えますねコーヒーがそうですね、これはやっぱり大きな違いですよね。すごい本当になんかこう正確に、うん、ね、今の倉さんみたいに10杯でなきゃとか正確に味をこう変えずに作らなきゃっていう場合は、はい、うんうん、やっぱこの中の状態って結構大事じゃないですか。大事ですね、大事ですね。お湯の当たり方がどう当たっているかとか、うんうんうん、そうですね。よくあるのがエアロプレスって、うん、特にこういう細かいメッシュのものって、うん、お湯なじみが悪いじゃないですか、うんうんうん、はい、でお湯さしててもなんかこうポコッとこうダマになって、おっしゃる通りです、ね、うんうん、浸透していないコーヒーがあったりすると、うんうんうん、あもうすでにブレてるなって。そうですよねなんかそういうのを目視できるっていうのはすごく、うんうん、なんかクリアのいいところかなと私は思います。いや本当にクリア自体は、うん、見た目だけで言ったらどっちか選ぶんやったら絶対クリアかなっていう
ところですよね。なのでむしろなぜクリアじゃなかったのかって思うぐらいやっぱりそこはすごく大事なところだと思うので、あとはまあ素材感もねちょっと違いますよね。そのトライタンっていうところでどっちがいいかっていうのは人それぞれだと思うんですけれども、こっちのはちょっと硬めな素材感ですよね。ちょっと柔らかめな素材感ですよね。余裕が湧いたので、じゃあちょっと 60g 先にこっちに落ちていきます。よいしょ。パドルで攪拌をします。ほい、とほい、エスプレッソ風のコーヒーを作れるって、しかもこうハンドブリューで、うん、エアロプレスぐらいですよね。まあそうっすよね。もちろんそのドリップ、ハンドドリップ、まあ、いわゆるドリッパーでも無理だし、その辺はエアロプレスの強みではありますね。うん、うん、ね、本当にその通りですよね。まあ、ドリップじゃなかなかね、うん、難しいですもんね、うん、だからエアロプレスプラスこういったようなフローコントロールのような、うん、フローコントロールとかプリズマのようなしっかり止めるタイプのものがあればご自宅でも簡単にできるので、ぜひチャレンジしていただきたいです。分半になったんで、これでプレスしていきます。独特のプシューっていう、ね、でちょっとシューって音がしたら、うん、ここで止めちゃいます。はい、でこっちももうすぐで1分半になるのでちょっとしていきますね。はい、プレスの感じどうですか？一緒ですか？プレスの感じはさほどそんなに変わらない気はしました、うん、まあ、材質がちょっと違うので、なんか持ってる感じであったりとかやってる感じはちょっと違ったんですけれども、そんなになんか普段はまあこっちでやってるわけですけど、こっちでやることによって何かすごい大きな変化があったかなっていうのはそこまで感じなかったです、うん、今の抽出では。なんか音がちょっと若干違いましたよね、うん、でちょっとシューって音がしたら、でもやっぱこっちなんかちょっと微粉は、ね、濁ってるのかな、はい、出てる感じはしますね。まあそれはやっぱメッシュの違いなのかなっていうところではありますよね。これ見えます？こっちがフローコントロールの方ですね。ちょっと微粉が出てるのが見えますでしょうか。でこっちがプリズモの方なんで、まあより少しクリアには見えてるっていうような感じですね。なのでこれが味にどう影響するのかをちょっと見ていきます、はい、このコーヒー自体初めて飲むんでそれが楽しみですね、はい、クリアですね。そうですね、見た目はやっぱ違いますね。なのでじゃあ飲んでいきましょうか。はい、うんうん、あ、違うわ。全然違いますね。全然違う。うん。全然異なりますね。全く違う。全く違いますね。ちょっと驚き。プリズモの方がよりこうクリアで、酸味をそうですね、しっかり感じ、果汁感というか果実感をしっかり感じて、エアロプレスの方は少しこう甘さ、甘さとコクみたいなものをしっかり感じるので、はっきりなんか出す要素がちょっとかなり違うのかなって思う。違いますね。どうですか？全く違いますね、いや本当に全く同じ、でもそれだけ多分違う。たまにこうやって検証した時に、結構微妙な違いな、これをどう説明したらいいのって時とかあるんですけど、今回も本当はっきり違うので、本当吉川さんおっしゃる通りのなんか違いなのかなっていうところです。もちろんそのどっちがいいか悪いかっていうのは好みにはなってくるんですけれども、また浅煎りとか深煎りになってくるとまたちょっと違うと思いますし、なんかこっちの方がしっかり、もうちょっとなんかしっかりとちょっとエスプレッソっぽい感じ飲みたいなってなると、こっちの方がいいのかな、浅煎りとか好きな人とかはね、本当になんかちゃんとそのちゃんとっていうか、そのコーヒーのそこの酸質とか
甘さとか感じたい人は、うん、結構こっちの好みなのかなっていう、うん、まさにそうかもですね、ところと、あとはやっぱり質感、やっぱそこは全然違いますよね。そこのまあそれは本当も見た目のところから、うんうん、もうちょっとクリアの方と、うん、まあ、もう少しその微粉が出る方との違いなので、うん、でまた多分ミルクと合わせたらまたちょっと違ってくるっていうところでもあると思いますよね。もうまさに私もそう思ってました、うんうん、なんとなくですけど、はい、プリズモの方はお湯割りというか、うん、アメリカーノで飲んだ方が合いそう、はいはいはい、で、うん、エアロプレスの方はミルクと合わせると、はい、こう甘さがこう調和して、はい、なんかこう苦いものが飲めないコーヒーあんまり好きじゃないっていう方も、うん、はい、ミルクで割っていただくと、はい、すごく満足度の高いラテン飲んでいただけそうな気がします。そうですよね。いや本当にその通りだと思いました、うん、なのでお客さんによってとか本当にだからスターマイヤーの、うん、なんかエスプレッソとしてであったらもしかしたらこのプリズモの方がそのスターマイヤーですっていう、うん、どうぞみたいな感じで飲めるのかなっていうところと、おっしゃるように本当にミルクで合わせたらこっちの方はすごいバランスはめちゃめちゃ良くなると思うので、逆にそのミルクと合わせた時にちょっと酸質が出すぎてるからちょっと苦手やなって思う人ももしかしたらいるかもしれないですよね。面白いですね、うん、ここまで違いが出たのは確かに使用したコーヒーの影響があるかもしれないですね、うん、確かに。だからコーヒーによっても、うん、もちろん全然変わってくるっていうところはあるので、まあ、これはいろいろ実験のしがいが出てきますね。これ逆に言うとあれですね、はい、同じような使い道なのにこれだけ味が違ってくると使う方も、まあ、なんだろう、楽しいけれども、うん、悩みどころも多くなりますね、うん、いや本当に本当に本当にその通りだと思います、うん、でもなんか僕たちもこのなんかイベントとして今回、はい、実際どういう形で提供するかっていうのは決まってないんですけど、うん、仮にこの通常のエアロプレスラテで、今回、まあ、フローコントロール使用するってなると、うん、かなりその味わいとかも通常飲んでいただける味わいとかも変わってくると思うので、うん、なんかいい意味で普段クラスに来ていただいている方もこの違いっていうのを、まあ、ぜひお店でもなんか体験していただきたいなっていうふうには思いましたし、うん、すごく普段はこっちの方プリズムの方を使ってるので、まあ、僕たちそのカフェバリスタスタッフとしてもすごい検証しがいがあるな、うん、どういう風に組み合わせるのが、うん、どういったコーヒーと組み合わせるのがベストなのかっていうのはなんか楽しみ な、うん、なんかコラボレーションだなっていうふうには今飲んで改めて思いました、はい、うん、でも単純に比較で一緒に並べて飲むっていうのも面白いですね。うんうん、いや本当に本当にいやだからエスプレッソってちょっとなんか味取りは、うん、まあフィルターと比べてちょっとしにくいじゃない、うん、ところあるじゃないですか。だからどうなるかなと思ったんですけど、うん、もう全然違ったんで、はい、本当にもうこれはもう文句なしの検証としては大成功です、はい、大成功はい、ということで、今回検証も大成功ということで、ぜひ10月28日から始まるクラス恵比寿川のイベントでぜひこの違いっていうのを見ていただきたいと思いますし、まあ、クリアとか実際フローコントロール実際使うのでぜひ来店していただいて見ていただきたいというふうに思います。でこの動画、後編に続きます、はい、小川コーヒーさんのチャンネル、そこからですね、まあ、小川コーヒーさんのレシピでいわゆる通常のペーパーフィルター、うん、はい、ステンレス、そしてフローコントロールっていう抽出によっての比較っていうのをしていきますので、ぜひそちらの方もご覧ください。はい、よろしくお願いします。では本日はここまでとなります。本当に今回ありがとうございました。はい、小川コーヒーから、吉川さんでした、はい、ではまた次回まで、はい、ありがとうございます。バイバイ。ほんまに違いましたね、はい、全然違いましたね、うん、全然違いました、全然違いました、はい。